風があってすみません。河合町413-2631平米、それだけの土地を持っておる。ここの所有者は、長野公平から長野高尾へと変わっておるわけですけども、竹林でタケノコ取れるようなとこ持ってんねんっていうような話もね、本人は周囲にしているようです。ところがですね、ここをどれぐらい荒れ果てたように放置してるかということを皆さんにお伝えをさせていただきます。これ見てください、もう見るからにほったらかしでしょ。これね、こうむちゃくちゃですよ。で、一方こっち側はですね、ちゃんとまあ上畑やってる人がいてはってですね、一定のところはまあ今竹の子がちょろちょろ出てたりするわけですけども、一定は竹なんかも切ってね、綺麗にされてるというようなところなんです。こっちと見てもたら一目瞭然でしょ。で、もう竹の子がじゃんじゃかじゃんじゃか出てですね、もうこんな出てきたらもちろん食べられへんのですけども、でそれをもうどうしようもないから、こうやってこれどれぐらいに1回来るか分かりませんけども、やっぱりこの今の時期ぐらいにはやっぱ来るんでしょうかね。で竹を切ってですね、で切った後もこのようにほったらかしにするというようなことになっておりますね。でここの上はなんか小屋みたいなのが建ってますわ。でこっち側に池があってね、2631平米のような大きな土地を持っておるので、構図上ではこの辺りなんですよ。でひょっとしたらここではないかも分かりません。この向こうにも竹林がねあるんです。そこもえらい密集をしておりますので、そこかも分かりませんけど、いずれにしましてもですね、竹をこのようにずっとこう放置をして竹の子をじゃんじゃかじゃんじゃか生やしっぱなしにするということはですよ、これイノシシを呼ぶわけですよ。でイノシシの獣害でですね、だいたい年間200頭ぐらいこの岸和田の山で取って、それでトントンやと、増えも減りもせえへんというふうに猟友会の方からも聞いておりますけども、そういうイノシシを呼び寄せて、でこのすぐ下のとこもそうですし、この上も、まあ、みかん畑がこの上にあって、そこも電作してましたわ。この下のとこも畑や田んぼなんかがありますので、そこも電作で皆さん自営をされておるんですけどもね、この山の方からこっち側はですね、山です、創価の方の山です。こっちこの向こうが河合町の町中になりますけども、こういうようなあえて市長一族がですね、タケノコを放置をしておいてですよ、で、イノシシの餌付けをするというようなね、そういうことをやっておって、それはどうやねんというふうに思うわけですよ。これ皆さんどんな思いあるか分かりませんけども、この河合町の土地を何で持ってんのか、それよう分からんわけです。ほんで公平自身は第二の故郷です、河合町はというわけです。これもみかん見えてますよね、あのみかんも放置ですわ。で、まあ、どこまでが一体が、長野家が持ってる土地か分からないんですけど、まあまあこの辺が一体やということになっておるわけです、構図の方ではですよ。でなんでこれ第二の故郷って言うんかいなと思ってたら、どうも白原の、公民館ですかね、それを建てるときに高尾が公の金を引っ張ってきたと。でそれによって当時の白原の皆さんは、特に町会役員なんかは喜んだというような話も聞くわけですけども、まさにですね、これこそ私がずっと言うております、1000円やるから俺の名前書けと、そういう選挙をやっておる。そのもう確たる証拠というかね、誰が考えたってそれは分かるでしょう、ほんまにね。さ、税を使って、自分の懐から1000円出さずですよ、税を使って金を渡して、それで長野とかけと、そういうことをやってるでしょということを言われても、そうじゃありませんということはそれは言えないですよ。ほんで市長が、次子供がね市長になったら、河合町は白原とはなぜか言わないですね、河合町は第二の故郷やと言うと。ほんで第二の故郷をこんな荒れ地のまんま自分が所有している山林をですよ、放置をしておくと、こういうようなことをしておきながら大の故郷ということを言う資格がお前らにはあるんかということを、ほんまに厳しくね追及をしたいというふうに思っております。これ、仮にですよ、ここが高尾の土地じゃなかったとしてもね、こう近隣なんだから、
これあのタケノコを何とかしてやっていうことをここの地権者に対してはやっぱお話をせんとあかんと思いますね。こんな飲み放題でこれええわけがないでしょう。ほんまにね。